背景です。今回は渡辺裕太郎7月22日に先発ということで、明日の試合で渡辺裕太郎投手が久々に先発をすることになりました。まあ、渡辺裕太郎投手の今の状態だったりだとか、まあ、今シーズンの成績っていうところを振り返りつつ、まあ、どうしてねちょっと渡辺裕太郎投手がまあ登板することになったのか、まあ、ライオンズの投手事情っていうところも簡単に話しながら話していけたらなと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、渡辺裕太郎が22日に久々に先発ということで話をしていくんですけれど、まずはですね、今のライオンズの投手事情、そしてまあどうしてね渡辺投手が投げることになったのかっていうことを簡単に話していけたらなと思います。まずですね、先発陣の相次ぐ離脱ということで、まあ、非常に今ライオンズの先発陣で離脱が多いというふうになってしまっています。で、今のローテーションメンバー6人を言うと、高橋光成投手、平井投手、与座投手で、松本投手、エンス投手、今井投手の、まあ、この6人でね今ローテーションを回しているという形なんですが、まあ、今ねちょっともう9連戦の真っただ中というところで、まあ、9連戦なのでこう中6日で運用しようとすると、まあ、6人じゃねちょっと足りないんですよね。はい、なので、まあ、この9連戦に、まあ、この6人に加えて、まあ、他のピッチャーをね、まあ、上げてこないといけないというところになったんですけれども、まあ、隅田投手、佐藤投手っていうところを本来であれば、まあ、その6月ぐらいにね、この2人を2軍に落として、で、まあ、9連戦っていうところを見据えて、まあ、今のうちに休ませておこうというところで、まあ、1軍の首脳陣も、そういった、まあ、対応を取っていたんですけれども、まさかのね隅田投手、佐藤投手が、この9連戦の間に2人ともコロナに感染をしてしまい離脱となってしまいました。で、あとはスミス投手っていうところはもともとね怪我でいないというところで、本当にねこの6人だけしか今ちょっと先発揃ってなくて、まあ、あとね1軍でこう投げれるような、まあ、実力を持ってるピッチャーっていうのはみんなコロナになってしまったというところがありました。まあ、そういったところもあって、まあ、首脳陣もね中5日っていうところも、まあ、考えたんですけれども、さすがにねちょっとこの夏場、まあ、しかもね、ずっとシーズン戦ってきてる中で、まあ、疲労も溜まってきているっていうところで、まあねおそらく中5日っていうところはしないという決断になったのかなというふうには思っています。そういったところで、まあ、じゃあ誰を投げさせるんだっていう時になった時に、まあね本当コロナになってないメンバーの中から選ぶってなると、まあ、渡辺裕太郎投手が、まあ、一番いいんじゃないかなっていう風になって渡辺投手に、チャンスが回ってきたという形になっています。はい、それではですね今年の渡辺裕太郎投手、まあ、どういう感じなのかっていうところを簡単に振り返っていきたいかなと思います。まあ、今年の渡辺投手なんですけれども、まあ、昨シーズンね後半からこう先発ローテーション定着したっていうのがあって、まあ、今年もね開幕ローテーションには入りました。で、まあ、開幕からね2試合先発に登板したんですけれども、まあ、なかなかね思うようなピッチングをできず、まあ、苦しんでいました。まあ、成績っていうところを見ていっても防御率 7.56 で0勝1敗、まあ、勝ち星も上げることができずに、まあ、被打率っていうところもねこう3割1分3厘というところで、まあ、非常に高いですし、まあ、吉井球っていうところも 8.1 イニング投げて9個出しているといったところ、まあ、イニング以上出してしまっているっていうところもあって、まあ、KBB だったり WIP だったりっていうところの指標を見てもね、まあ、結構低水準っていうところで、まあ、かなり苦しんでいるというのがわかると思います。まあ、そういうのもあって、まあ、ちょっとね、もう早々とシーズン序盤に2軍ということになってしまって、まあ、ずっとね今まで2軍で登板を重ねてきました。まあ、その2軍ではどうだったのかというと、成績は以下の通りで12試合に登板して防御率 4.11 65.2 イニング5勝5敗47奪三振吉井球が28個、被打率3割3厘 KBB 1.74 の WIP 1.63、 QS 率が 66.7% というところで、まあ悪くはないけれども決して良くもないという感じなんですね。まあ、防御率も4点台というところですし、まあ、QS 率 66.7% というところは、ね、非常にいいかなというふうには思うんですけれども、まあ被打率だったり KBB、WIP っていうところの細かい数字を見ていっても、まあ被打率も3割超えてるし、KBB も 1.5 を超えてし、2いってないし 1.74 というところだし、WIP も 1.5 を超えてしまっているというところですね。まあ、フォアボールに関しては1軍ほどね多く出していないというところはいいのかなと思うんですけれども、まあ決して三振も多いわけではないと
いうところで、まあ、ちょっとね、まあ、そんなに良くはないと、正直こう一軍で投げるレベルにはまだ達してないのかなっていうのが正直なところですよね。まあ、非常にこう2軍でも、まあ、いい時はすごいいいピッチングをするんですよね。8回無失点とかを、まあ、やった試合もあるんですけれども、ただねやっぱ打ち込まれる時はね結構炎上したりだとかっていうこともあったので、まあ、決してねやっぱりこう安定感があるかというと、まあ、そういうわけではないんですよね。なので、まあ、ちょっとそういったところで、まあ、今回のね渡辺投手の、まあ、先発っていうところはね、ちょっとまあすごい僕もまあ心配というか、うん、大丈夫なのかなっていうふうには思いますし、まあちょっとねやっぱこう、まあ、中5日で、まあ、他の先発陣に負担をかける、まあ、あるいは中継ぎ陣っていうところにも負担をかけるぐらいなのであれば、まあ、渡辺投手はね、まあ、ちょっとお試し的な感じでもチャンスを上げて、まあ、他のピッチャー陣の疲労を軽減していくっていうことをね、まあ、首脳陣は選んだのかなと思います。まあ本当にねこう、まあ本当渋々というか、まあ仕方ないって言ったらちょっと言い方悪いですけれども、まあ、やむを得ない形で渡辺投手を登板させるという形になったのかなとは思っています。まあ、ただですねやっぱりこう渡辺投手にとっては、まあ、このチャンスっていうのはねもう大チャンスですし、まあ、本当に本来であれば多分投げれてないところを、まあ、棚ぼたみたいな形でこうチャンスが、まあ、回ってきたと思うんですよね。なのでやはりねやっぱこのチャンスをしっかりとものにすることができれば、またね今シーズン今後まあローテーション入って投げるっていうところも当然出てくると思いますし、まあ、十分チャンスっていうところはあると思うので、まあ、本当にね、まあ投げるからにはしっかりと頑張って、ベストパフォーマンスをしてほしいなというふうに思います。まあどうなるかちょっとわからないですけれども、明日の渡辺投手の登板っていうのを期待して見ていきたいと思います。はい、今回もご視聴ありがとうございました。他にもライオンズに関する動画は今後も上げていきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ツイッターの方も毎日更新をしているのでチェックしていただけると嬉しいです。皆さんの中でこんな動画見たいとリクエストありましたら、コメント欄の方に書いていただけるようよろしくお願いします。ありがとうございました。